消費税の増税を前にますます注目を浴びる住宅選び、その最新事情を知るべく千葉県船橋市にある住宅展示場を訪ねました。ここは体感住まいパーク船橋。埼玉、千葉、東京を中心に住まいづくりを続けるポラスグループの展示場です。ここではポラスグループの注文住宅4ブランドを一度に見ることができます。家を建てるとき何箇所もの住宅展示場を回るのが一般的ですが、住まいパーク船橋ならその必要がありません。お客様の好みに合ったあのタイプを見つけていただいて、まあ、そこでですね、自分の家作りを、実際体感もしていただくことができますので、まあ、よりですね、具体的にお話し進められるような場所になっております。まずは欧風モダンのデザインのハスカーサを見学します。すごい、黒のキッチンって珍しいですね。汚れが目立たないしいいかも。お料理がとっても楽しくなりそうです。このお家はドアや壁がなくて、なんだかとっても開放的な雰囲気ですね。広々としています。高断熱高耐震の 2x6 工法で長く愛される家をデザイン。無垢材などの自然素材を用いてストレスフリーな住環境を提案してくれるんです。窓が大きくて明かりがたくさん入りそうです。ここで本を読んだら気持ちいいかも。次はアウトドアリビングで暮らしを楽しむ木ハウスです。奥様の夢を叶える新たなブランドだといいます。キャンプの椅子とテーブルがありました。ここでコーヒーを飲みながらゆっくりする、最高ですね。これならどこにも行かなくてもお家でキャンプが楽しめそうです。数あるプランの中から暮らしに合った住まいを選べるセレクトシステムが特徴です。続いて一流の大工職人による1100万円からの自由設計、北進工務店へ。わあ、土間の玄関珍しいですね。自転車も置いてあります。いろいろと使い勝手が良さそうですね。完全自由設計の注文住宅をお求めやすい価格で購入可能だそうですよ。すごい広いです。ここはリビング、ダイニング、キッチンが一つのスペースになってるんですね。なんだろうこれは。畳のスペースを発見しました。ここでこう本を読んだり勉強をしたりできるんですね。疲れたらこんな風にガラーンとするのもいいかもしれません。気持ちいいです。ヒノキの露天風呂など予算内で贅沢な空間を作れます。最後はこだわりのデザインのフラッグシップブランドポーハウスです。大きなダイニングテーブル、パーティーにぴったりですね。リビングから一段下がったところには和室がありますよ。ああ、広いのに落ち着くから不思議ですね。縁側もあります。京都の町屋みたい。グッドデザイン賞を受賞した5名を含むデザイナーが暮らし方を提案してくれます。そして2階にはルームシアターのあるリビングですね。ああ、ここで友達や家族とゆっくり映画を楽しみたいですね。今まではあの住宅展示場にダイレクトに来る方が多かったんですが、まあ、今ではですね、やっぱり事前に情報収集をインターネットでしております。でその中で自分たちに合った好みの、まあ、会社メーカーはどこかっていうところを見つけて大体 2,3 絞って、まあ、来る方が最近多くなっております。1箇所に4つのブランドが集まっていることで比較や検討がしやすいんです。購入前の確認として展示場の家に体験宿泊も可能なんですよ。自分のライフスタイルや家族の好みに合った家を見つけるために、こちらの住宅展示場に足を運んでみてはいかがでしょうか。